も筋金入りの温泉好きだな。こうも出くわすと他人のような気がしねえ。いや、やっぱり名前を聞くのはやめておこう。人にはいろんな事情ってもんがあらな。ここは温泉好きの温泉仲間ってことで、まあこうして湯に浸かって川の音を聞いてりゃ嫌なことなんて全部忘れちまう。
旦那様、今菊は恐ろしゅうございます。本当に行かれるのですか？くどいな今菊。我がおぼろ流は天神鬼神すら両断する。うまくいけば明神をも超える神通力を得るやもしれぬぞ。お土産にどうでっか。伊勢であつらえた言うてみなはれ。お里の門に羨ましがられますぜ。参りでございましょう。どうぞ一休みしていってくださいな。行さん走ったで、もうヘトヘトや。Yeah!
Hey!
Thank you.
かけがあればな。しばらく。これは天神次ぎのあまねく住まう天界へと続く道やど。人間のくせによう、ここまで登ってくれたな。ああ、お願いです、ジンクロ。謝って戻りましょう。聞け。玉打つし、使うも破られるもわしとて初めてで、今は残った術の働きで、肉体に玉の尾をつないでおるが、我らの魂魄はもはや死霊同然。波の手立てでは流らえられぬ。若い娘やと思うて期待したのに、なんやがっかりやで。あんた中身がややこしいことになっとるがな。どこの陰陽師か知らんが、いたずらはあかん。わいはそっちの相方や。一応風の神さんやさかい、話を聞いといても損に。こっからは一歩も通さへんで。なんや小娘その格好。それでうちの人へそ取って終わりっちゅうわけにはいかんで。そうやってすぐに頭に血が昇るのは悪い癖やで。あんた何生ぬるいことを言うとるん。射程の子鬼があんだけやられとるんやで。バッチリ仇を取ったら思わんのんか。あほう、わいが本気出したらこの辺りは大嵐やぞ。もうええ頼りにならん。